ボクシング。マジで33歳。おじいちゃんだったね。おじいちゃんですね。サミットの前にいた。クリーニングなんか持ってた。芸能人もみんな生活してますからね。サミット前にいるとびっくりするよね。どこのサミットですか。北見の普通の。あ、じゃあその辺に住むんですね。岸本セシルちゃんってことある。それはあれじゃないですか。来たんじゃないですか。あれですよね。いやいや、なんか北見にね、結構沖縄の子が来るんですよ。沖縄の南東寮ってのがあって、その沖縄ですか。いやいや、沖縄の子が優先的に住める寮がある、格安で。それが北見にあるから、沖縄の子は結構北見って知ってるんですよ。で沖縄から大学来るときに、まあ心細いじゃん。だからそういう、沖縄人だけの。なんかそれあれなんですかね、沖縄の人からしたら一般的なみたいなことなんですかね。そんなことはない。一般的なんじゃない、結構知ってる沖縄の人。なんとあれよっていうと。会社にも一人沖縄出身の子いるんで、まあでもそういう、あ、いや、まあみんなが南東寮入るわけではないからね。ただ大学生の子は南東寮だから、大学で卒業するんだって出てくる、4年間だけど、基本的に学生、学生だけ、学生。何語っすかね、これ。いや、フランス語でしょ。トワシャン。トワ、トワ、スリーって意味だから、シャンブーは、なんか、チェンバーでしょ、英語で。チェンバー。シャンブー。なんか、昔、調べた気がするな。ローマシャンブーは、さっき久我山行ってきてさ、久我山にも、そう、なんか定期的に久我山行ってるんですか。そうそうそう、まあちょっといろいろ。ソロバシャンブルは3つの部屋。あ、部屋だ、シャンブル。そうだ、ルームだ、ルーム、うん、シャンの部屋なの。久我山もあれですか、仕事で行ってるんですか。まあ、ボランティアのね、そのことに、でも久我山結構いいですよ。何があるんですか、久我山。いや、まあ、別に何もないけど、なんか街としてはいいですよ。まあ、見たかないけどいい。急行も止まるし、まあ、結構開かれてるね。あれなんだよね、そう、宇多田ヒカル住んでたんだよね、久我山に。いや、昔ね。そうなんだ。そうそうそう、いろんな、そう、ただひかると大川隆法の住所も教えてくれ。大川隆法どこなんですか。杉生の本店沼。多分今引っ越してる。本店なんすかそれ。本店沼っていう。本店沼、多分今引っ越してる。電通の成田さんの住所も教えてくれた。本店沼はどこだっけ。この辺に阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷なんですよ。なるほど。幸福の科学もね、いろいろ大変だよね。メリー、ジャニーさんの住所とかもなんか教えてもらった。誰から来たんですか、芸能人。いろいろね、なんかアプリ作りましょう。芸能人の住所が全部見える。でもさ、本当これから先できそうだよね、そういうの。めっちゃミルク入ってるね。カフェ、カフェ。
最近でも地図アプリとかさ多いじゃないですか。結構そういうアプリできそうだよ、誰が住んでるとか、その、ね、自分の知ってる住所だけで街ができる。芸能人住所マップはやばいっすね。やばいよね。中高生とかにめっちゃ流行りそう。ピンポピンポピンポ。違法で作っちゃうやついるよね。住所情報ってあれ違法なんですかね。だからいや、これなんで知ったかっていうと、国会図書館行って、はい、高額納税者番付っていうのがあるわけ。 あ、はいはいはい、あれは普通に載ってってさ、うん、あ、そっか、住所登録しないといけないのか。ただヒカルも普通に自宅のマンションです。でずっと、ね、だからさ、2004年までしか残されてないけど、あ、え、今はもうここもうない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 、あの会社だけで。2004年までは普通にさ、聖子ちゃんとかの住所を言ってたんだよ。すごいよね。怖いっすね。それだけ納税者こそ住所とか知られたくない、知られたくないっていうのは、あの建物見たらさ、分かっちゃうから。あれがね、いや、むしろ逆で、多分その高額納税者の人との取引先ですぐ昔は調べるとかさ、電話帳的に使ってたんだと思う。いろんな勧誘が強いですね。本当だよね。だから、まあ、だから批判が殺到してやめたのが実際だって誰も、ね、まあ、一部の業者みたいなのが喜んでるかもしれない。高額納税者、まあ、でそれで北見のあるとある人に調べたくて見たんです。まあでもやっぱ情報っていうの大事だね。すぐ普通にさ、松島奈々子とかも実名で載ってたさ、野口奈々子が本名なんだけど、普通にタレントって載っててさ、しかも納税者あれですよね、納税金額が見えるんですよ、全部全部ですか。だってそれをむしろさらけ出すために、いくらぐらいなんですか、と思ってる人ら。松島奈々子メモしてこなかったけど、例えば、あの谷川俊太郎は、14706だから、多分、1億4000万かな。納税額。谷川。あ、いや、納税額が1400。1400万かな。そんなもんですか、納税額。だから1億ぐらいだね、年収は。え、その程度で乗るんですか、番付。乗る乗る。だって全然1万、あ、もっと1万位ぐらいまで乗るとか。あ、なるほど。上の人もっとすごいから番付が。なんかこう夢ないっすね。谷川俊太郎、谷川俊太郎稼いでんだってね。でも1億ですよね。そうそう、あんだけ夢な人でもその程度だよ。ねえ、なんか夢ないっすね。まあ、知人ってその金額って桁違いだと思いますけど、たった一人だけでしょうね。そうですね。だから谷川俊太郎多分出版印税でしょうね、ほとんど。そうですね、教科書とか使われてるから。谷川俊太郎でいっちゃうかで夢ないよ。まあでも十分ですけどね。やっぱでも正常の人多かったね、世田谷区はほぼ上位正常だった。なんか区ごとになっててさ、ランクがで、まあ、当然港区が一番高額なんだけど、社長、まあ、社長の住所ばっかり。世田谷区は正常だって世田谷区だって社長多いですよね。でも自宅だからね、あの基本その多分世田谷が多いのは社長の本人の納税じゃん。だから結局正常の社長さんだけになっちゃう。会社の税金はまた別だからね。でもすごいよな、本当晒し者だよな。いや、こいつらは稼いでんだぜっていう。稼ぐ気もなくなるわな、そんなさ。警備代とかバカになんないもんね。それで当然さ、窃盗とか増えてるじゃん、なっちゃったら。
なんか逆に立派すぎる家って入るに入れなくないですか。だって警備厳重じゃないですか。でもホームなんていうの、主婦なんていうのかな、その仕事に紛れたあの福山の家もあったけどさ、 ああいう風な手口あるから、ね、怖いよ。あの一番多いのは、まあ、ちょっと聞いた話だけど、やっぱ業者に紛れてクーラー取り付けて入って、一回入ってって全部、まあ、だから業者で入っちゃうのさ、写真とか撮りまくってバレないじゃん。なるほど。で入って違う手口ってさ、いろいろあんのよ。本業は、まあ、業者としてやっていて、犯罪の手口なんてもうだってみんなルーティン化されてるからね。だから究極にいいのはあれだよ、高いもの持たないことだよね。寄付しちゃうとかさ。ズレさんはどうします？キャッシュで持ってます？とりあえず俺も寄付するな。もうあのやっぱ経営学ぶとそこら辺の手口は分かるわ。あの脱税じゃないけど、あの要は安倍昭恵さんの話があったじゃん、はい、ああいうことに使うわ。要は学校建てるとかさ、あれ一番いいですよ。官僚と組んでね、うん、まあ、あれは悪どいと思うけどね、本当。いやでもね、やっぱ使い切れないぐらいお金持ったらああなるでしょ、多分。結局世界中の金持ちとか独裁者もさ一緒で、大抵建築物に走るでしょ。独裁者っていや一緒なんよ、とか学校とかさ、そういう石像とかさ。使い切れないくらい金あったらね、もっと教育とか。あ、今日ちょうど日経新聞にさ、あの、はい、朝日新聞出した日本電産っていう、はい、長森さんがさ、全部資材教育に投資しますってのがあって、さすがすごい。ああいう人が京都大学とかでさ、まあ、あの人京都じゃなくてずっとドーンって投資してくれるのが一番いい。任天堂のあの会長みたくさ。ああ、任天堂の会長だってあの京都大学医学病院は任天堂全部資材。あ、そうなんですか。へえ、全部太っ腹だよね。だ京都はだいぶあの任天堂と日本電産でだいぶ潤ってるんですよ。結構あの二大企業はでかいんじゃない、地元経済の。何今なのかな。まあ、ロームとかの方が、あの半導体作ってるもんですけど、京都はでも本当にものづくり強いよね、製造業は。え、でもなんか他ありますか。京セラローム、京セラもそうじゃん。京セラローム、日本電産、あとでもちっちゃい、多分それこそさ、ね、伝統的なのも含めていっぱい製造業強いと思う。そう、それで京都の話でちょうどいい。その情報の文明学のさ、梅沢さんって京都人なのよ。あ、なんか巨大の巨大教授だったけど、結局終始京都に住んで、まあそこがやっぱり梅沢さんがあんまり有名になれなかったところでもあるんだけど、やっぱ京都にこだわりがあったっぽい。京都ね、だっていいとこっすもん。え、梅沢さんの本でおすすめは、まあ、とりあえずこの、まあ、情報の文明学と知的生産の技術はもう買った方がいいよ。いや、これもあるもう借り、図書館で借りるとかより買った方がいいよ、もう安い。本当になんかベーシックだし、中古であるでしょ、100円ぐらい。中古でね、送料込みでまあ400円、そうそう、そんなもんだから。ちょっとこれと、あ、それで情報の文明学はね、分かりやすく今日言っちゃうと、すごくすごいね、やっぱ面白い人で、考え方、あのほぼ日ってあるでしょ。あ、はい、ほぼ日は要は梅沢さんの情報の文明学で作られてるんですよ。全部。え、糸井さんが大好きな、めっちゃ好き、もう梅沢忠夫の情報の文明学でのマインドで作られてる。ほぼ日が一番そうでしょ。知的生産の技術の方は岩波新書で、Kindle でも買えるんですよ。あ、 Kindle でもいいかも。 Kindle でも買えるけど、俺まあ3冊あるから1冊あげてもいいけど。
ていいとかその取り行くあれが手間なの。俺もう知的生産の技術を東大生京大生に配る会の名誉会長になりたいよ。じゃこれもちょっと買います。これも買ってとりあえずこの2冊ですか。まあそうですね、1冊ぐらいあります。あとはまあいっぱい本当にいいの出してるけど、まあまあその2冊読むと、あの梅沢ビーナーはその2冊は最強だと思う。他はいろいろまあ民族学の具体的なのとかさ、あとアフリカの研究とかさ、いっぱいいいのあるけど、うんうん、まあまあでもアフリカ研究はね、アフリカ研究は大丈夫ですでしょでもね梅沢さんってね面白くて、文章読めばすぐ分かるんだけど、はい、なんか文章がね梅沢忠夫の文章って変わってんだよ。それは どういうことかっていうと、あのめっちゃね論理的なんだけど、まあだからなんていうの、やっぱ理系の人で一切センチメンタルはないんだけど、ピシャってやんだけどなんかこうセンチメンタルな感じがちょっと漂ってるっていう不思議な文章で、文章もがうまいですよ。やっぱ購入しました。おでね、分かち書きって言って大和言葉でさ、はい、あのひらがなの梅沢さんの文章って全部、例えば行くってあるじゃん、行くって感じで行くですか、これを行くって書いててさ、分かります、これを絶対分かりますとかさ、知る、知りたいと思う梅沢さんってあえてひらがなで、うん、あの要は大和言葉で書いてある、思うは大抵ひらがな、だすごい日本語にめっちゃこだわりあって、それが尋常じゃないのよまたあの当時ワープロなんかない時代、60年代に、で当然さ民族学ってさ海外行ってこう車に揺られながらタイプライターでさ論文にまとめるデータ書かなきゃいけないわけじゃん。で梅沢さんどうやって手法を取ったかって、当然ノートパソコンなんかない時代にその日本語タイプライターを作ろうって言い出したわけだからもう今のさガジェット的なものを全部自分で作ろうとしてたんですよ。だからもう今のそうだね、あのライフハッカーの人はもう超リスペクトだよね梅沢さん。もうその知的生産の技術で全部書いてあるからさ、もっと出てるそのブロガーとかの人はもうみんなちゃっちゃか読んだ方がいい、元ネタだね。あのてか逆にライフハックのあんなの読まなくても知的生産の技術読んだ全部書いてある。ライフハックのなんかそもそも読まないでも梅沢さんのすごいとこはやっぱ文化人類学者なわけじゃん、だから学術的に膨大な情報とか知識とかデータをどう処理するかっていうのをちゃんと考えてた人なわけ、うん、あの半端ない情報量なわけよ。そのアフリカ一族行ったらここのどういうミルク飲んでとかで何百日も研究するっていうデータをさ、当時アナログしかないから当然パソコンないんだけど大量になるわけ、書いた資料で。梅沢さんはどういう手段を取ったかって、最初はこういうノートを取ってたんだけど、だんだん自分たちが書いてるものってのはデータじゃんっていうことに気づくわけで、梅沢忠夫っていう人が取った手段は全部カードに書こうっていうことを思いつくで、それで生まれたのがあの兄弟カードってあるでしょ。兄弟カード、これはね存じません。単語か暗記カード、東大カード、東大カードっていうのがこれ梅沢さんが作って、まあ、京都大学で使われるようになって京大カードで使われるようになってる。東大カード、そうか、現物あんま世界堂とかに売ってるけどね、京大式カード でっかい B4 とあと小さい100均でもダイソーでも薄いの、小さいのが売ってる。デレさんはこれ使ってるんですか。これ私はちなみに500枚買いました、パーッと。で今も持ち歩いてる。でもね、まあちょっと後日談があって、最初はやってたんだけど、やっぱりね俺は自分でやっててノートにした、うん、結局ね切り離せ、要は梅沢さんの時代ってのは当然パソコンないから、はい、そのデジタルデータにするっていうのはアナログでしかできなかったわけで、で実際こうその兄弟カードは 何が大事かっていうと、例えばさ、なんだろう、ここに例えば、まあ、国際政治学っていう自分で書いてね、
で北朝鮮とかってやるじゃん。で北朝鮮のキム一家がキムなんとか殺されたとかってデータをここに書くでしょ。でバーッとさ、その北ここの項目にバーッとこのカードが溜まっていくわけよ。でデータがアナログでバーッて溜まっていく。でこれはもう今エヴァノートで全部クリアできちゃうのよ、書いてる。で実際では今でもこう書く記録とかこういうことを何でするかっていうと、実際は多分記録を残すとか保存とかけっていうのは当然デジタルの検索性がいいから、うん、やっぱ自分の頭に定着させたり、あとひらめきを書いたりするってことだけだと思う、アナログの強み。だからそうすると俺は何もカードじゃなくてもノート でこれをその日にうちにエヴァノートで書けば、まあ検索性も保たれるし、無駄なもんをこう残さなくてもいいかなと思って。だからアナログとデジタルは決してこう相反するものじゃなくて、組み合わせが一番いいかなというふうになりましたね。で結構そのみんないろんなこうそのハッカー系の人と話してると、みんなやっぱ同じだね。だから万年筆とかアナログなものの良さとデジタルの良さをちゃんと組み合わせるというか、まあエンジニアの人とかも結構多分みんなそうでしょう。まあでもノート持ち歩いてる人は僕の周りにいないですけど、でも書くのはみんなあれが好きです。好きでしょ。なんであの携帯だけでホワイトボードとかは割と持ち歩いてる人もいるし、最近知ったのであのなんだ電子ペーパーじゃないんですけど、 あれいいよね。なんかこう書けるやつでしょ。そう、あの書いてでボタンがピッとしたら消える。そう、あれいいよね。でも高いんだよあれ。いやあれですよ、3000円くらいですよ。あ、そんな安い。3000円くらいです。あの物の2種類あって、その書いて消すだけのやつは3000円で10インチぐらいのやつを買いますよ。でそれが別にあのボタンを押したらセーブできるっていうのがあって、パソコンのセーブして、うん、そっちは1万5000円ぐらいで、でもやっぱそっちの方がいいっしょ、セーブできるっていう。でなんか僕の知り合いは書いてあの記録しないといけない情報だったら、まあ、ポッてってしゃべって、あ、まあ、そうで保存してるっていう話をしましたね。まあそうだよ、別にしゃべでいいもんそうか。まあでもボタン一つで記録保存できるのと、いちいちこう携帯起動してそこの手間になんか1枚払うかな。まあまあまあ結構そうなんですね。なんかね、だから今なんかこう情報とか知識とか記録って他先どん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 重大なものになってるけど、今こう残すものみたいなのは、俺でもスクラップその作ってるんですよ。新聞とかでも雑誌とかでも切り抜いて。撮ってるんですか？撮ってるっていうか買ってる。だからその日によって毎日買ったり、日経買ったり、説教新聞読んだり、朝赤旗読んだり。説教新聞ってそうかかるね。いや分かってますけど、なんかあれトップ基本的に学会情報なんですよね。あれね、いや、そんなことないですか今。そんなことないですよ。あれね、政教新聞を僕俺当然総合学会員じゃない立場で読むと、はい、何がなんで政教新聞読むのかあんま言わないけど、人になんで読むのかっつったら、いかに政教新聞って、まあ要はコメントでしょ。で総合学会政教新聞編集局が全国各地の総合学会に何を伝えたいのかっていう情報のコンテキストみたいわけで、一つね、それ当然本部が、その信濃町にある本部が全国の、まあ、3県で1県は総合学会って言われてるから、その家庭に届けるその情報のインフラを見たいから、俺としては3ページ目を見るんですよ。まず1ページ目って、まあ、池田大作さんが何賞を取ったとかと、そういうとプラス、まあ、たまに時事の時は時事で、で元気の言葉みたいに書いてあってで、ただ3ページ目のエッセイとかは結構そのディープなね、そっか深いですね。結構面白いですよ。だから変な話ね、あの、ま、で、あの連載してる人はあの何も普通の学会系じゃなくて、普通 その NPO とかちゃんといい人が連載して、それ面白いですよ記事が。だからあれはまあその政教新聞からそんな政府に批判とか全然出ないけど、あの新聞としては非常に有益ですよ、面白い。
ただまあ選挙新聞だけ読んでるとねちょっと偏ってるけど、その比較してね、そういうローカル的に特定コミュニティのコンテンツを知りたいっつって読んでるのに、それだけ読んでたら自分も止まっちゃいます。でもね、今全国紙がそうなってる、あの池上彰さんと、はい、佐藤勝が書いてる最強の読み方って今年出た本があるか、そのなんとなくその二人何冊本書いてるのみたいな。でそれね、それはマジで超おすすめ。あの全部その情報の読み方を全部書いてある本だから、何かその佐藤勝の読み方真似できるしないし、あの人だってあれは無理だ、めちゃめちゃ頭いいじゃないですか。なんかそのあの人基準で語られても頭いいっていうかね、あれ単純によく情報量だと思うよ。いやでも尋常じゃなく読んでるよ、うん、でそれをちゃんとさばける知能持ってる人だから、なんかね、いやすげえなって思うんですけど、佐藤さん。でもどうかね、いやなんかね、多分その例えばエンジニアの情報量でいうと、例えばこのガジェットとかさ、あるいはそのなんかどっかの会社がローンチしたみたいな情報をさ、どっかのブログとかでさ、いつも読んでるのあるとするじゃん。プラスまあ当然そのあとあと読書でさ、また歴史書ですよとかあるじゃん。で多分その情報の配置の仕方だと思うんですよね。だこう例えば7時に帰ってきて副業やって、まあ24時からちょっと1時間読めるとして、でまあ小説30分にしてプラスなんかこう1冊読むとか、とか情報の配置変えると相当変わると思う。な何で、でもあの ウェブの情報は何で取ってる？何で、うん、なんかよく見てるサイトとかある？よく見てる。お気に入りサイト。適当に。必ず見てるサイトとかない？必ず見てるサイトはなんかちょっとずれるんですけど、僕あのヨセミテっていう、あの奈良の僕が通った、まああのいずれさんにも前言ったのよ、ここのお店はずっと見てます、毎日起動してなんかこの新作何今度入るのかなみたいな。ああでもそういうのがあるのよ。でも他は、まあ、適当に、あのあね、僕はあの普通にヤフーニュース見てます。そうだよね。いやでもそういうの大事ですよ、ヤフーニュースを見て。やっぱりヤフーニュースでかい、ヤフーニュースでやっぱ記事書くとさ尋常じゃない。あ流通やばい、流入やばい。だからね、多分もう朝日新聞とか読売新聞よりもヤフーニュースがいくらかでかいよ。もうなんかインターネットの業界にもヤフーのヤフー法とあとグノシュー法って言われて、グノシューはそんな影響力ないでしょ。まあ、ヤフーと比べたら小さいかもしれないですけど、なんだろう、例えばそのブログを書いてて、うん、1日こう、まあ、本当に知人が数人見るだけみたいな人も、グノシーに乗っかると、一気に数千みたいな人が入ってくるんで、グノシー法と、あとスマニュー法っていう、スマートニュース、この辺がなんか、あれって何だ、ライブドアだっけ。いや、違います、スマートニュースはスマートニュース、スマートニュース、あそこはあれですよ、あの鈴木健一さん、あの滑らかな社会として書いた人が創業者のとこで、あそこはねエンジニアもすごいハイスペックな人が集まってる会社です。授業もうまくいってるし、グノシ、俺グノシは全然見ないな。僕もグノシ見ない。スマニューはたまに。でもヤフーニュースもやっぱ結局芸能記事ばっかりで、こいつね情報としては使えないですね。ヤフーニュースで見るの、まあ、トップのなんか一通りさっと眺めるじゃないですか、あとは僕は普通になんかスポーツが好きなんで、ヤフースポーツで、まあ、大相撲の情報見たりとかサッカー見たりとか、なんかそういう感じかな。スポーツはもう俺はもうカットするようにしてるんですよ。だから結局情報ってさ全部は追いかけられないじゃないですか。例えば国際政治だったら国際政治しか追いかけられないから、どこの部分でフィルターを作ってどこをカットするかっていうのは結構目的を決めとかないと取捨選択、そうそうそう、漏れちゃって。で俺はなんかこう読むようにしてるのは雑誌の、まあ今日の時あの雑誌ね、面白いのはやっぱりそういう薄い冊子、薄い冊子雑誌はめちゃくちゃ情報詰まってて、で図書館行くとさ、あのでっかい図書館行くといろいろ置いてあるのよ。で図書とかさ
岩波の図書とか本の本とかありますね。そうそうそう、ああいうのは結構面白いですよ。で僕いつも読んでるのはあの、まあ、最近はやっぱ経営の勉強してるから経済史が多くなっちゃったけどね、ハーバードビジネスレビューとかさ、読まないでしょ。読まないです、うん、でもウェブの人の最近記事がもうめちゃくちゃ多くなったね。ウェブの人っていうのはウェブとか経営者とか、だからあの Facebook 関連とか、うん、Google の人が多いね。 Google、Facebook、スナップチャットとか、あとエバーノートの社長さんとか、あとバーノートの社長とかでも今乗ります？だってエバーノートも今下火っすよ。ねえ、困んなけどね。俺として一番残ってほしいんですね。そういう風に言ってる人は多いんですけど、まあ、なんかマネタイズ部分って多分うまくいかなくて、ね、もうただで使ってるもんな。難しいよね、ウェブのマネタイズ。ハーバードビジネスレビューでもそのウェブも、まあ、人工知能とかさ、あのディープラーニングとかめっちゃ叫ばれてるじゃん今、はい、でどうやってマネタイズ化するかみたいな、すごい草刈りとか、なんかまあ割と結局みんな最終的に行き着くところは広告かなみたいなこともあるんで、広告当然広告だろうけど、ね、今日書いたこれディープラーニングちょっと難しいんだけどね、ちょっと読んでみようと思った、まあ数式がいっぱいあるからちょっと難しいけど、ニューラルネットワークがとか仮想なんちゃら、でもディープラーニングはあのディープラーニングじゃない、あのパターン認識とか情報統計学とかさ、めちゃくちゃ面白いね。あれね、最近の本で一番は数理統計辞典っていうのがあって4万ぐらいするんだけど、めちゃくちゃ面白いと思って、こんな世界あんだと思って。あれも大学とかのでっかい図書館とかあるんだけどね、なんだっけ、数理統計辞典だっけな、数理統計統計学辞典みたいな、そうそうそう、まあいろいろこう 数理統計のやっぱ結局勉強しなきゃいけなくなっちゃってさ、こう学んでいくと面白いのがあるんですよ。勉強しないといけなくなっちゃったっていうのは、うん、なんですか、授業の関係とかですか、うん、まあ、読めないからね、そのなんかこう状況をさ、市場の例えば新しい開拓したいとかいろんな授業を見てても統計が読めないと読めないじゃん。基礎知識だけ、そのプロになるわけじゃないから、統計学の入門書って参考の基礎知識だけ持ってれば、その役所のさ、ETAT ってあるじゃん、統計のサイト、あれ見て分かるように、なんか面白いですよ。これだ、数学数理、数理科学、統計、でも統計学っていうのはあれで大学でやったんだっけ、まあ授業で何コマかやったぐらいですけど、これだ、現代数理科学辞典、値段が4万なんで、これはでもすごかったですね、もう今年最大の衝撃で、あの甘利俊一さんって分かる？分かんない。コンピューターサイエンスの日本で、まあ日本でトップだね、あの人が編集、もうアマゾンレビューも最強だけど、本当にすごいねっていう、感動した時点で俺は、あのね、この本がいいのは、普通数学の辞典とかっていうのはなんかこうずっと数学のさ知識がバーって書いてあるじゃん、これなんか分類ごとに認識の章とかなってて、全部こうなんていうビジネスに応用できる人向けにこう噛み砕かれてるんですよ。だから例えば速さのこと調べたいときに
なんかこの数理統計のところに速さって見ると全部その解決の仕方が書いてあって、問題解決用の辞典になってて、あ、こんな、なんて名前ですか、数理、統計科学辞典だっけ、現代数理科学辞典、これは面白かったですね。会社で買ってもらってコズがちょっと高いから無理だ。まあなんか変な本なんだよ、100冊買うよりはこれ1冊買った方が安いかじゃあしたけどね。なんかどこで見つけたんですか、こんな本。どこで見つけたんですか。でこれ教えてもらって、いろいろでもコンピュータサイエンスと情報統計学とかを読んでいくとやっぱ行き着く先はこれになるっていうのが結構ネットでも書いてあった。その甘利俊一さんっていう人の本、甘利さんは結構いろんな本書いてる人だから、素人向けのもでプロの論文も書いてる人だから、その甘利さんが結構そのまあ中心部分にいてさ、情報科学も、で甘利さん経由だね。甘利俊一はあの人工知能の今新書書いてて、あれも面白かったですよ。脳人工知能科学っていう、やっぱ日本のアカデミズム素晴らしいじゃんって俺感動しちゃったな。ちょっとバカにしてた面もあるんだけど、甘利さんは素晴らしい人です。神経科学者なんですね。神経科学とかその情報理論の人だね。この情報理論超面白かったですよ。あの千曲学園に今ってクロード・シャノンの情報理論をちゃんと分かりやすくして書いてあって、このでこ去年かな、去年出したしかな、新書が売れてる。脳、そうそうそう、脳、心、人工知能。あまりさんはその、まあ、あまりさんの本人の論文は超難しいけど、その素人向けのこういう新書は普通に分かりやすく書いてくれてるから、その数理統計とか全然学んだことない人もちゃんと読めるっていう、こういうやっぱ人ってすごいいいね、いい先生だなと思うわ。こういう人の下で学びたいと思う、強く思います。俺多分とか行くことはあんまり考えてないけど、行くとしたらこういう数理統計とか学びたいなってちょっと思っちゃう。人工知能とか、まあ、なんでその 人工知能もすごい面白いんだけど、俺その 去年の秋からにかけて情報理論を結構あのいろんな書籍を集めてた。でそうするとこの甘利さんの本もいっぱい、まあ、日本でもメッカだからいっぱい出てて、甘利さんにたどり着いて、甘利さんからまたこうネットワークを作られてるみたいな。でそのあんまり、まあ、情報理論を学ぶきっかけになったのが前言ったかもしれない、グレゴリー・ベーテソンって人の家族療法っていうのがあって、そこからだから、でそのグレゴリー・ベーテソンは文化人類学者だから、そこに行ったのが梅沢忠夫で、梅沢忠夫こう情報のと人類の輪をぐるーっと今来てるっていう。でまあそのベーテソンとかを読んでジョブズとかがパソコン作ったわけだから、こう人類と情報ってぐるぐる学問的にも円環的にも回ってんだなって今ベイトソン下火だけどね、情報理論とか。であのヒッピーの時代はやっぱすごいすごい流行ったんだよね、70年代。そうね、日本でもだからそれこそこうパソコンがいわゆるパーソナルコンピューターが普及化する前ってさ、 IBM がでっかいの作ってたわけよ。でもその大学のプロのそういう情報科学の研究者向けのコンピューターだったわけで、あの時に要はすごいなんか日本でもムーブメント的にこう甘利さんとか盛り上がったみたいなんだよね。でまあそれが経営者とかさ、当然コンピューターって当時買えるしもろものじゃないから経営とかでどう使うかみたいな、あるいはこう
軍事目的にどう使うかみたいになって、そこでまあ多分スティーブ・ジョブズとかビル・ゲイツの流れでコンピューターがこう家庭用とかオフィス用にイノベーションが起きて、こうだいぶ流れが変わったっていう状況がある。で 今でこそスマートフォンやってるのに、まあジョブズの流れだよね基本。そうですね、これパソコンだからね、こういうでも面白いのはこう情報理論の人たちはみんなやっぱアナログまあアナログ派じゃないけど本とか好きなんだなっていうのは共通で感じるのはね。それは物理本って物理本なんか本とかこう詩とかが好きっていうのをみんなこう教養の感じでさ、例えばちょっとさ扉とかにさシェイクスピアの文字とか出てくるからさ、やっぱ 文系的な教養への憧れがあるんだろうなっていうのを俺は読んだよ多分科学技術オタクっていうよりもこう人にこう美しく伝えたいみたいなのが多分あるんじゃないかな。あんまりさんなんかそれめちゃくちゃこうなんていうの、いわゆるオタク的じゃないからね、すごいこういろんな世いろんな人に伝えたいみたいなのがめっちゃはっきりしてる。なんかその情報系のこうコンピューター言語とかプログラミング言語、C 言語とかで、なんだろうな、なんかね、その各言語ごとになんか背景文化が違うというか、なんかそれぞれ固有の文脈みたいなのがやっぱあるんですよ。なんかこの間ちょうどその物語みたいなことをちょっと言ってたの、なんだっけ、あ、そうそう、それこそワインバーグっていう人の方がさ、あ、多分 LINE で送ったかもしれないけど、ワインバーグは結構スーパーエンジニアへの道っていうめっちゃダサい本、タイトルダサいんだけど名著だよこれ。これね、タイトルはダサいんだけど、ワインバーグはすごいそのこの人はプログラマーで、でその要は人間その会社の組織の問題解決をどうやってやるかっていうので、でこの人はちゃんとそういう家族療法とか心理療法をちゃんと学んで、会社でそういう人間関係のコミュニケーションの解決をどうやるかっていうのをやって、あ、ワインバーグだ俺はっていうふうに思っちゃった、俺のやりたいことで。すごい物語形式でさ、いわゆるからこの本はプログラミングとか全然出てこなくて、本当になんか哲学というか、哲学とそのシステム理論っていうか、こうどうやったらマネージャーと経営者つなぐかとかさ、でもちゃんと書いてくれてるし面白いですよ、多分古く ならないと思う。あとどんくらい集中しちゃったらいいとか、どう気づきはどうするとかさ、具体的だからいいなっていう。要はカウンセリングの本とかって具体性あんまないんだよ、ね、結局理論ばっかりでさ、じゃあどうやって応用するかって全く書いてなかったりするわけ、いろんな偉い人の論文は書いてあっても、でこの人はプログラマーだからさ、具体的なわけよ、会社でコンサルティングやんなきゃいけないから、自分が実際に直面した問題をどう解決、そうそうそう、やっぱ実務家の本の方がやっぱ面白いですね、当然、うん、あのケーススタディで書いてあるからね、事例と問題と解決と、あのそれこそあのなんだっけ、その大和の経営学もそうじゃなかった、あのやっぱ実務家の本はケーススタディだから面白いですよね。そうっすね、うん、あ、分かりますね、分かりますね、別にでもその本も嫌いじゃないですよ、まあまあ当然その理論的なのもいいけどね、でもすごい難解なのあるからね、たまに経営学でも分からせないために書いてるみたいな、あれは困ってるけど、あのハーバード・サイモンっていう、もうそれ経営学とか統計学とかも全部やったハーバードの教授で、でまあノーベル賞経営学者で唯一取った人がいるの、でその人の本が尋常じゃなく難解なの、でもう本当にガチの天才なんよ、でもその人 もう理系から文系来て、もともと数理統計やって、そっから文系の経営学とか社会学の方来た人だから、もうガチで頭いいんだけど、
本難しすぎるから、ハーバード・サイモンの本読むよりハーバード・サイモンの解説書読んで一冊読んで噛み砕いてからじゃないと全然理解できないの。やっぱ学者はちょっとワンセンテンスなんか解説はちょっと必要になっちゃう人いるよね。でも本当に頭いい、あのハーバード・サイモンのオーガナイゼーションっていうね、まさに組織を全部書いた本があって、まあ、世界の組織論で一番こうすごい本って書かれてるんだけど、読めないんだよね、もう1ページ目から難解すぎて、お前どこの人間の組織のこと書いてんのかぐらいな感じで、なんかこうでもそれをこうこのオーガナイゼーションを読んだ人たちの本をもうその紙くらいの本がリンダ・グラッドソンとかさ、あの売れてるいわゆるビジネス本、これはなんかちょっと分かりやすくエッセイして、だから本元々の本ガチの人は超なんかハードコアだから読めないよねっていう、これ自体は多分全然まあですその学者向けの本だから売れてないけど、これを元にした本はすごい何十万部とか売れてるから面白いなと思う。いわゆるビジネス書みたいな。あれでもなんかインは何やってたんだっけ、農業、あれ魚とかやつ、あそうそうそうだよね、クロマグロ、それってフィールドワークの論文、そうですよ、だって僕高知に4年にしかない、そうだよ、電子も来たらあったのね、あーそうですね、そう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 だよ、でもね、そこで学んだことは特にないいや本当に僕適当にしてるだけなんで、マジかよじゃあもう学部も理系で院も理系で、うん、やっぱり羨ましいと思うな、理科系って俺はなんかこう身になるじゃん、身になるっていう言い方は変だけど、なんかこう他人に伝えていく感が半端ないからさ、やってる人多分結構そういう感じなんだけど、何もなんないですよとか言うんだけど、あのデータをさこう超統計としたりさ、文系の人の論文ってなんていうの、本当に自分の就職のポストのためにしか考えられてないもん、結構多いと思うんだよ、僕はちょっとアイスコーヒーを、俺が見る感じ、なんか理系の人は羨ましいって感じちゃうね、理系の研究者になるよりは理系の研究者になる方がなんだろう、断然実学寄りなんで、まあそうだね、でも技術職の研究とかもあったわけでしょ、そっちはいかんかった、全然いってない、なんかいや僕本当にその社会人になってから真面目にこうプログラムとかをやり始めてるので、大学生の頃はね本当に適当に授業流してるだけなんで、単位取れりゃいいやみたいな、でもなんでそこに行こうとしたの、あ、まともですか、もともとはあっとそこの院に行こうとしたのは何だろう、一番大きいのは、うん、あの何だろう、勉強がどうこうとかっていう部分よりも、うん、兄弟に来てえなっていう、あそういうのがダビッチの時です、ネームバリューですか、ネームバリュー、まあネームあんまりでも就職に有利とか考えていたわけじゃないですけど、もともと高校生の頃から、うん、京大に行きたいなっていうのがあって、うん、あの京都の大学に行きたいっていうのがあって、うん、なんで僕その東京のだってその同社出てますけど、うん、学部は別に同社と同じレベル感の大学なんて東京にいくらでもあるじゃないですか、あるね、けど、まあ、個人的にはあの京都で学生をやりたいみたいなのがあって、で京大行ったと、なんかマースとかじゃなくて、うん、同社行って、でもまあその4年間の同社は京都って言っても奈良との県境みたいな、うん、そういう中でやったんで、うん、田んぼしかない、同社の別県抜でしょ、そうなんで別にその全然京都の学生やってるみたいなのもなくっていう、ね、そういう感じですよ、で、まあ、京大のキャンパスはあの吉田キャンパス、吉田そう、もうめちゃめちゃいいと思うんで、あれいい場所だよね、キャンパスいいとこっすよ、京都大学がやっぱ京都で一番いい場所にあるよね、
あでもね、どうしたの、今根川キャンパスもいいとこです。あ、まあいいか、あそこも川沿い、あ、いや川沿いではないですけどちょっと離れてますけど、でもね、あそこもいいとこです。京都大学はやっぱいいよね、なんか校舎もいいよね。ガチのそれで、まあ世界を変える研究してるしね。まあ一部の人は、うん、99% 廃人とか言われてるけどさ、やっぱすでもね、俺 Google スカラーで読んでるとやっぱ京都大学の論文が面白いです。もうすぐ帰る、圧倒的に面白いです。意外とね、こうだから日本の、まあ、みんな東大京大ばっか言われちゃうけど、地方国立の成果って普通の人あんま見えないんじゃないかな。すごいっすよ、東北大とかめちゃくちゃ頑張ってんのに、なんかあんまり聞かないでしょあの名古屋大とか東北大って半端ないよ、やっぱ。それは何なんですか、あの研究者、まあ、俺の知り、例えば家族療法とかだと、それあんまりこのポピュラーな、多分そのいわゆる法学とか官僚になる勉強ではなくても、一部の専門分野でやっぱ地方国立が圧倒的に優れてる。それは東大京大よりも、東大京大よりも、だから予算の多分なのか、人の配置がうまく、多分予算圧倒的に少ないだろうから。それはあれじゃないですか、単純にその、まあ、東大だからといってあの全てのカテゴリーにおいてあのトップの人を抱えてるわけじゃないんで、研究者は分散するん でたまたまその、まあ、家族療法のめちゃめちゃいい教授が、まあ、明大なのか、まあ、東北なのか、でまあ学抜的なのがあるけど、まあ、東大もすごい人はもちろんいるんだけど、なんかこう多分合わないとかで多分行っちゃったりするんだよね、地方の国立大で。東大の亀口がなガツってあんまり聞かないからね。まあでも確かにあの学校ごとの特色みたいなのあるかもしれないですね。そこら辺の工夫が一番、あの今近畿大学がすごいじゃん、 あれはまさにそこをうまく攻めてるよね。近畿大学はでも なんかその優秀な教授集まってる、あの学生も集まってると思うんですけど、あの、うん、なんだろう、見せ方がうまいので今やってることが、でも多分 PR の見せ方が、ブランディングがうまいっていうこと以上に、やっぱりちゃんとマネジメントをしっかり したんだと思う。そこまで来ないしよ、あそこまで倍率バーンでしょ。だからまああれじゃないですか、その京大とか、うん、京大神戸阪大みたいな、うんうん、関西のトップ校には入れない、うん、けど、まあ、大半の学生は大学行くんで、うん、行くとかやっぱあんだけこう PR されてると、まあ、近大行こうかなみたいな、近大行こうかなってなるよね。ね、どうしたらいいですかね。関西、関学、関西学院、関西学院、関西大学、あの辺よりはなんか近代の方がいいなみたいなイメージはできてる。でもそれでも、まあなんかこう学歴ピラミッドみたいなのあるでしょ、うん、東大京大中心としたあれはこうな壊せないもんなんかね分かんないですけど、まあ、でも別にそれって日本だけなんですか。でも例えばアメリカを俺も調べてみたらね、で、まあ、当然ハーバードあるじゃん、アメリカハーバードとかプリンストンとかさ、で私のハーバードの私のスタンフォードスタンフォードで、とあのアメリカってさ、もう圧倒的に富裕層しかもう来ないわけ、あ学費超高いの、ね、だからアメリカの大学ってさ、実質は大学の学部じゃなくて院まで出てなのセットなんよ、ほぼ。あの特に 理科系なんてもう学部卒なんて、あの、ね、全然こう学院になんないから、あの官僚とかも基本的にそのドクターとかまで出てないと、いいポジションに行けないんですよね。だから全然大学出た意味ないから、結局みんな出るわけ、ああの 大金はたいてっていう風に、社会構造とアメリカはさ、学問が完全付随してあるから、だからじゃあどう担保するかって言うと、アメリカはそこを要は金持ちの援助金がいっぱい財団の資金があるわけ、例えばロックフェラー財団とかさ、で貧しい子でも例えばオバマみたいな人でもちゃんと勉強すればロースクール出て総理大臣まで大統領までなれるよみたいな、一応こう額とさ
ドリームストーリーもちょっと用意されてる。でも圧倒的に大半は大学行かないわけだ、うん、大抵こうなんかピザのバイトとかさ、あるいは鉄工業で働くとかさなるから、まあ日本も多分正直超高齢化になると学問格差はすごい開いてくるのかなとは思うんですよね。学問格差、教育格差、だからそこら辺でこう大学のどう推移というか、なんかお金をどう投資するかで、ベンチャーキャピタルがどう変わるかみたいなのちょっと注目してますけど、今もまあ日本ってこうなんか東大に入る子って年収が何百万だったすごい、 あれですよね、その親の年収が、親の年収が、で世帯年収が何でしたっけ、平均が1000万だ、2000万以上かな、うん、だまあ結構階層化は東大はすごくあるんだけど、一方でそんなに大学出るっていうこと自体に あんまり階層化はないじゃん。その大学はみんな出れるじゃん、底辺エフランとかだったらさ、ね、でこれから先は多分ちょっとそれは難しくなって、じゃあどうそこでどうやってこう構造化、それは難しくなってっていうのは、それはそれっていうのは何の学費払う普通の家庭で、と今の世の中だと一般的な家庭の子供はみんな大学を出てるっていうのは、まあ、その必要はあるけれども、例えば大体1億とかで、まあ、大学までの教育、アメリカが進めてるんですか、そう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 、アメリカが金持ってる富裕層の子供だけが大学で、まあ、大学でしかもみんな院まで、院ぐらいまでがセットになってパッケージ化されて、でまあ大抵はこう高卒までで終わるっていうのが20年後30年後は、まあ減るとは思うんですけど、てか子供の数が減るんで、大学も今どんどん減ってるじゃないですか。で子供の数が減るじゃん、で当然こうとは言っても東大京大とかそれぞれ入りたい人は変わんないわけよ、その入れたい人だから、そうすると競争で、まあ当然上の大学にはお金大金与えても入れたいっていう私立とかさ、だから学費を例えば今早稲田とかだと年間100万とかでしょ、それがまあ200万ぐらいに上がることは自然的に考えられて、大学側の学費が上がる、うん、文化系理科系でこう今150万、理科系が150万ぐらいかな年間、うん、っていうのがまあ私立国立でももっと上がるっていうのは現実的に、それが上がる理由は何ですか、子供が いてるよう大学の資金が稼げなくなるから、あと人口統計で見た時にこう今だったらこう国会のパイがあるのが、子供がいなくなっちゃうとここをどうやってこの人の分教授でどう教授の給料ポストを稼ぐためにっていうのを、まあ大学の学費上げることしかちょっと難しいんじゃないかなと思う。それってでもその一部の人気校、早慶上智とか、まあ西の方だったら関関通りとか、そういうところは別に上げる必要なくないですか、下位の方 の人気のないところは定員割れどんどんしていって、うん、まあ最終的に消滅するしかないですよね。でも作りすぎちゃったからねそうそうそう、まあそれはもう仕方ないとして、上の方の人気のあるところって別に定員をなんか毎年毎年減らさないでも全然入ってくるんじゃないですか。多分ね、俺が見てるのは、まあそれは普通にあるじゃん、そういう見方、はい、多分移民っていう話が出てくると思うよね、はい、海外から出てきて、で海外から例えば韓国から玉美も、まあ、玉美も相当韓国人多かったんだけど、で要は特殊なさ、そういう美術の大学だったら絶対あの人の元で学びたいっていうのがさ、海外からのニーズであるわけだ、人工知能だったら早稲田のこの人とか、はい、でそのニーズとかだったら海外の金持ちとかでも大金はたいてくるとかっていう状況を作れることになったら、これ完全大学マーケットとしてはさ、多分こう底辺校っつっても逆転の可能性みたいなのが出てくると、やっぱお金もこう払えば稼ぐ来るっていう風な売り物になれば、その底辺校とかなんかこう早稲田とかみたいなピラミッドよりもその教授の持つ、なんか元々の話は子供の数が減るから定員が空いて、でその少なくなった分を一人一人の学費を上げるしかないって話だと思うんですけど、なんか今話してる話って人気のある人のところだったらお金が入るみたいな、かかっても入るみたいな、か全然関係ないロジック、まあまあ、要はちょっと待って整理する
第一の予想としては今後大学の、学費はますます上がるんじゃないかっていうのが伊豆さんの予想としてはあるんですよね、うんうん、ありますね。でそのなんで学費が上がるのか、なぜ大学側は個人の教授教授教育教育の教育費と人口比率で整理してくれるんですよ。教育費、学費はまあ上がるかって、上がるか上がんないかって言ったら、でもどうなんだろうね。今も相当高いよね、昔から見ると、うん、そうですね、徐々に上がってはいるので。相当だってさ、昔の本当国立大学って本当に年間何万だよ。そうですね、あの一桁だったはずなんで、僕の両親の世代でしょ、が今もう10倍になってるんで100万ぐらいでしょ。国立は50万50です多分。あ、僕の時は50でした、あの文系理系関係なんですけど、僕の時の相場が国立が大体50なんですよ。あの国立は分離関係なく50で、私立はあの文系が100理系が150っていうのが、まあまあそうだと、僕が入学した当時だから2008年ぐらいの相場感はそんな感じでした。その後上がってるかどうか僕知らないですけど、このさ学費の価格っていうのは誰がどう決めてるんだろう。私立に関しては経営者層が決めてるんです。まあもちろん経営者層が、国立は官僚、国立は官僚じゃないですか、文部官僚、うん、どういうこれでも国立ってさ、変な話だって教授もポストも全部、まあ、税金で出てるわけでしょ、うん、そうですね、国立はなんでお金を取る必要があるのか素朴な疑問として税金だけでは賄えないって話なんじゃないですか。多額の、そうだよね、まあでもそうですよね。いやだってさ、だってパリ大学なんて本当に3万とかだよ、ソルボンヌとかで超汚い校舎でさ、俺パリ大のソルボンヌ行ってほんこんな感じよ本当に落書きとかしてあってさ、トマソフランスは死なずとかさ、であんな汚い校舎でやってるから、東大だって別に校舎改築しなくてまあ無理やりやればできるはずだけど、まあなんか東大もボコボコ、東大もあれ新しいオフィスとか、あ違う、校舎とか建ってますよ、京大もボコボコ建ってるんですよ。あの本当に僕が入ってる間中あのずっとどっかしらは工事して建ててるよね、建ててるんで、まあ結局国立大学も経営もまあ実質経営が大事っていうのはさ認識してるだろうから、そこら辺でこう投資しときたいんだろうね、お金あるうちにね、うん、でもね、そうなんですよね、教育ってやっぱ大人にならないと見えてこないからね、教育を受けてる時には見えてこないもんね、あの投資されてる時にはね、リソースがさ、こう教育にお金かけるのが一番いいよ、この世の中でそれは確実に。いやだって一番いいと思う、ギャンブルよりも一番これちゃんと返ってくるからね、かけてますから。でもフラディットさんっていう、あこの人は割とめちゃめちゃ面白い人なんで、ザ・ギルドっていう、なんか見たことあるわけ、ね、知ってるんじゃないかな、深津孝之さん、はい、この人ねめちゃめちゃ面白いんで、あのツイッターとかフォローすると面白いと思います。この人はなんか UI UX デザインで、ああはいはい、はい、なんかその本読んだ、インターフェイスのユーザーインターフェイスの読んだよね。この人がまさにそのさっき伊豆さんが言ってたやつを、なんかね、人生の攻略法みたいなのをあのペライチで、あの図式化してるみたいなのがあって、人生あーっ、ね、人生の攻略法 の, あのイージーモードとハードモードみたいな2つ書いてくれて、めちゃめちゃ分かりやすくて、それがね、あその学的なものも含めて、よければね、伊豆さんが紹介してるのも難しい症状効果が出てきて、そしたらもうちょっとね信用できる人とか、その方がいっぱいある。
言うね。まあそうね、長森さんみたいな、やっぱ長森、日本電車の長森さんも高校中卒かじゃないかな、高校も、あ、高校は高卒かな、全く出てない人でもあそこまでいけるっていうのはなんかこう夢あるよね。この人がちょっと細かいんであれなんですけど、ノーマルモード、あー、社会資本とかの話、面白いね、うん、もう最近ねめっちゃ考えるのはやっぱここなんですよ、人的資本と社会資本で。俺が要はその、まあ、引きこもりの介入とかやっぱ結局この社会資本っていうのをちゃんと見たいなっていうふうに考えたのがでかいんですけどね。で、まあ、投資をして、うん、幸福を得て、うん、まあ、その快楽、そう、要するにこう、まあ、なんだろう、よくある PGCA なんですよね、うん、っていうのが、まあ、一般的な話としてある中で、うん、もう一つ、なんか調べたら出る、こっちがハードモードなんでお金で幸せを買う、歌舞伎町的な金融資本快楽シンプルイズベスト、すごい思うよね。でも結構さ、その社会関係、俺は社会関係資本って呼んでんだけど、まあ、ソーシャルキャピタルとかって訳されるけどさ、これってやっぱり多分ね、これが情報文明の多分本質なんですよね、社会関係資本が。要は社会関係資本で、その社会資本って呼ばれてる。これはだからこれをさ、すごくなんかこう実体化させるのって難しいけど、別にオカルトの話じゃなくてちゃんとあるじゃん。例えばこういう関係だったりとか、なんか読書会とかさ、勉強、人脈とか、人脈だから、ただ昔のコネとかと圧倒的に違うのは、今ってこう、まあ、そのウェブ上の関わりでもそうだし、場のイベントの関わり合いでもそうだけど、大量に関係はすごく作りやすくなったわけだ。あの、なんかこうテレビだけ見ててさ、なんかチャゲ&アスカ見てた時代と違って、別に普通に小さなライブハウスで週末だけやるミュージシャンがいて、そこでだけスターになる関係も当然あるわけだし、いろんな関係ができるっていうのが結構俺、その梅沢さんの情報の文明学のなんか結構先にあるものって、この大量関係っていうのだと俺はね、個人的に認識してて、で多分こう、その梅沢さんの、まあちょっと情報の文明が簡単に言っちゃうと、まあ簡単に言っちゃうと、人類の社会って農業革命ってのが起こって、で共同体ができて畑作ってっていう安定な生活ができるようになったわけじゃん。こうなんか獲物殺してっていう、でそれ第一革命があって、次に工業革命ってのが起きるわけよ、18世紀かな、マルクス主義とかの時代に。あの、要はマルクスも、要は資本論書いた時は、あれは梅沢さんはマルクスボコボコにするんだけど、マルクスのダメなとこって工業なんですよ、基本的に。要は工場労働者の話だっていうわけ、資本論。だから結局工場労働者ってどういうことかっていうと、家庭があって、でこう、まあ、当時の資本主義ってさ、工場っつっても今の中小の考えだと分かるけど、大企業がまだ存在してないから、うん、もうソニーとか電通みたいな、 でここで中小の資本主義ってどういうことかっていうと、ギルドとか親方とかボスがいて、ここで徹底的にこう奴隷のように扱うわけ、労働者を。で、まあ、工場でラインでさ、いろんなもの作らせたりっていうのが工場文明の時に初めて起こっちゃったわけで、この時にどういうマルクスはどう書いたかっていうと、結局親はさ、食っていかなきゃいけないから、子供を奴隷に預けて朝から晩までブラック労働させるわけよ、朝8時から。でこれをまあやめさせるために教育とかっていうのが、まあどの国でも発達したんだけど、まあこれちょっと置いといて、でまあ情報文明に次に行くためには、この工業文明っていうのが、工業社会化っていうのが梅沢さんは必要だったっていうわけで、情報文明っていうものはどういうものかっていうと、情報産業だっていうわけ。
この産業っていうインダストリーっていう言葉が梅沢さんはめっちゃ大事にする。要は今まで情報論とかって言ってた話は、まあ、コンピューターの話とかをしてるけど、自分の言いたいのはそうじゃなくて、コンピューターじゃなくて本質は情報のビジネスの話だっていうを梅沢さんはすごく文化人類学者が言ってて、要は生き方の話が根本的に変わるんだよっていうのを、1963年にアルヴィン・トフラーとかが予言する10年ぐらい前にもそれを予言してて、で梅沢さんがそこで挙げるのはデザインの話を挙げるね。要は例えばさ、それまではその例えば洋服作るのでも、マルクス主義の工業文明の時は生地がいくらっていう話をしてた。理念の記事でいくで、これは物質的な価値観じゃない。で物質的、このセーターは例えば なんだろうな材質がどうとか。ところが情報文明の時代には、要はデザイン的な価値っていうのが付加されるでしょ。デザイン的だったり、どこのブランドとかさ、でそのデザインとかブランドとか、これがまあいわば梅沢さん、まあ梅沢さんはもちろん当然ブランドとかって言葉使ってないけど、情報っていう言葉でこういうものを説明する、この工業的な物質の価値観とは違う新しい価値観が、だ今だとこれ普通に聞こえるけどさ、当時1963年だからまだそんな出回ってないわけだ、その日本だよね、東京オリンピックまで。でこれが全部こういう情報の価値観が産業の中心にあと20年ぐらいしたら踊り出てくるだろうっていうのを1963年に予言してて、で、まあ、それが当然こうその梅沢さんの言った通りピタッと日本の高度経済成長としてなるっていうのを書いた本だ。それが情報産業論なんだけど、そこで梅沢さんが挙げてる例は全部面白くて、なんかあんまパソコンとかさ、こういうの梅沢さん挙げてなくて、占いとかね新幹線とかね挙げてる事例が全部ね、なんていうの、いわゆる情報産業って言われてる我々がイメージしてるものと全然違うもんね。でも考えてみれば、新幹線ってのは例えば夜行バスってのは単純にこうめっちゃ揺られてさ、東京から京都まで運ぶだけだけど、新幹線ってなるとスピードだったりその情報を運ぶ仕事だっていうわけ。人間っていう情報を運ぶ、だからこれは情報産業なんだよとか。で占いってのもこれも古代からある仕事だけど、これが絶対情報産業には形を変えて、古代からの占星術とかじゃない形でなんかこう情報産業化されるとか、あとはデザイナーとかスタイリストとか、まあこれは分かりやすい情報産業、こういうものが全部世の中を占めてくるよっていう風に、まあ優しい言葉で語ってる本で、これをまさに地でやってるのが糸井重里のほぼ日で、でまあ糸井さん自体がコピーライターなわけだ。でコピーライターっていうのはまあどういう仕事かっていうと、はっきり言って情報産業ったらゆえんっていうかさ、要は商品があって、商品例えば自動車、日産の自動車っていうのがあって、これをまあ工場で作って生産して、生産者からまあどこにいるか分かんない消費者に売るわけじゃん。でその売る時にまさにコピーとか広告とかコミュニケーションを通じて、広告を通じて売るわけだよね、消費者に。でここになってる人なわけだ、糸井重里って。であるいは電通とか博報とかさ、でここの文言というかさ、まあイメージというかさ、でそれをすごく徹底的にちゃんと、なんだろう、別にこの車安いですよっていうのじゃなくて、ちゃんと上質な広告とか情報っていうものをちゃんと真剣に考えたのが、まあ糸井重里っていうのが、まあ僕の認識ね。で多分だから梅沢さんのこの言ってることが コンテキストでちゃんと広告の人だから分かった。でこの1997年にほぼ日って作られるでしょ。でまあウェブがまだ当時はあんまりまだ普及はしてたけど、そのここまでじゃなかったから、ウェブっていうものに情報産業の本質があるんじゃないかなっていうので、ほぼ日がこの梅沢理論をもとに作られたっていう。ただほぼ日の面白いところは、
そのいわゆるアマゾンとかグーグルと違って小売業なんだよね、うん、だから手帳で売ってるわけですね。そうで手帳って明らかにこう物を売る仕事じゃん。で物を売る仕事なんだけどやってることはどっちかっていうとこう、まあ、今タオルとかそういうのも始めたけど、やっぱこの梅沢さんのカテゴライズしたこういういわゆる人々のなんていうの生き方の、まあ、記録というかこう香りというかそういうものを売るって意味で、まあ、ここ日の小売業はやっぱ梅沢さんの情報理論とぴったし合うっていう、まあ、で伊藤さん自体が進行してからね梅沢情報社会の、ただ梅沢さん自体はやっぱ別にビジネスマンじゃないからこう答えは全然書いてないわけ、問いかけしか全部書いてないから、だからすごく誰が読んでもこうインスピレーションを受けやすい方になってる。 あくまでこういうのは事例であってこういう風に進むよとしか言ってないから、そこがまあ面白いですけどね、うん、読んでみるとやっぱこう分かりますよ。なんかねあの梅沢さんの本当にすごいなと思ったのはその予言してるとかって感じじゃないんだよね、こうなるねみたいなまるで事実ベースで語られるからさ、説得力があるっていうか、なんか社会学の人とかが社会学の人とかちょっと読むとさこうなんかこう理論ぶっちゃってるのがあるんだけど、もうまるで事実かのようにこうパッと出されるから、なすごいやっぱ勉強家だなっていう風に、っていうので僕もまあこれまあ結構もう10年ぐらい前に読んだんだけど、もう梅沢忠夫って人に惚れちゃってさ、これだけまあ今見ると普通の何でもないことなんだけどね。でも東京オリンピックのこの1963年に最初の情報産業論を書いた時にはそれを書いたっていうのがまあやっぱり日本にもオリジナルのこう知性があったっていう証明じゃないかなと、うん、アルビン・トフラーとかピーター・ドラッカーもその15年後ぐらいだからね、表現は70年代ですからね、彼は63年にここまでちゃんと的確に予言してた人は梅沢さんだけだと、でその先にだ今あるそういう、まあ、ヤフオクとかさミンネとかさいろんなサービスがある、具体的にマネタイズされてこの先にねわーっと。で梅沢さんのねすごいのはその知的生産の技術もさっきグーグルだって言ったけど本当に完全にグーグルで、あの今でも図書館行くとさ本ってカテゴライズごとに並べられてるじゃん、その001は図書関係の本とか331はなんか経営学とかさ、梅沢さんはすごくてあのカテゴライズは絶対するなって言ってた人なんですよ。全部データって配列ごとに出版日ごとに並べないと、その カテゴライズって人間の恣意的なこう判断だから時系列に並べないと結局取り出せないよっていうのをもう1950年代から言ってる人で、だから何だろう、写真のデータでも何かこう全部時系列に並べるって今データでさ見ると普通じゃない、それをさちゃんと何かアナログ時代からちゃんとこう002003とかやってた人だから、やっぱデータベース的な発想がすごいちゃんとしっかりあるんだな。そのだからなんかこう人間の恣意的なので判断しないでちゃんと数字でこう単純にもう並べなさいっていうのをやってた人、数字で単純に並べなさいっていうのは時系列に並べなさい、そういうことですよ、取った日付でずっと時系列だから、例えばなんかそれまでのカテゴライズってそのなんだろう、まあまあ今想像もできないけどアフリカで象を撮った写真とかさあるじゃん、でライオンを撮った写真とかでカテゴライズするんじゃなくて、2016-04-32-AM-04 とかさ全部時間で並べなさいみたいな、だからデータでこう時系列ごとに並べてその時にでそれをこうコピーしてなんか情報カードにペタッて写してみたいな、
すごいちゃんと考えとしてやってた人。なんかその、このカテゴリーで分けずに時系列で並べるのはなぜ必要なんですか？それはなんかこう文化人類学ってさっき言ったけど、とんでもない量のデータを扱うわけです。例えば10万ページのノートとかさ、あるいはすごい量の。でその時に要は取り出して活用するっていうことを梅沢さんは常に言ってたし言ってる人なんですよ。でその時に要は検索できないといけないから、検索する時に番号とかナンバリングとか時系列で何日に撮ったものっていうのをすぐ使えるようにっていうので撮ったっぽいですよ。そうすると死滅しない、死滅させないためのどういう話なんだろう。その時間も残せって話ですか？時間も残せって話ですか？時間え仮にですけど、あらゆるデータを保存するときに、まあ、その、まあ、なんだろう、資料を作成した日付だけで管理なんてしないですよね。管理なんかしないんだけど、それを全部時系列で無理やり管理してたっぽいんだよね。だからなんか梅沢さんの書庫見るとさ、普通はこう本ってさサイズとかでやるじゃん。サイズっていうか僕はこういう分類をしますけど、これはちょっと例えて言っちゃったんだけど、要は徹底的に、なんていうの、カテゴライズじゃなくて配列せよっていう思想なんですよ。まあなんかちょっとこれは適切さの技術読んでもらった方が分かりやすいけど、はい、なんかこう恣意的にこう分類じゃなくて配列せよっていう思想なんですね。非分類。ちょっとこれはまあ なんか例がない。なんだろうな。主観的な分類はそうになってます。そういうことです。例えばここでその時間しか言わなかったら僕全然出てこなかったんですけど、例えば一冊の本の中にライオンっていう単語が100回出るとかあるじゃないですか。それって事実じゃないですか。そういう感じで、でもこの本は、なんだろう、動物の固有名詞が多い本っていうので、まあ、例えばそういう見方で並べ替えることもできるし、当然時間でもできるし、そこに対してこの本はなんか僕が読んだ限りでは、なんかアフリカのなんか。なんだアフリカの住民の歴史について書いた本、こちらヨーロッパ人の歴史について、なんかその、そうある地域の人の本を書いた本だから一緒のカテゴリーまとめとこうみたいな、じゃなくて、だから要は誰でも使えるようにっていうのをやるための検索性でなんか考えてたっぽいんですよね。だからなんか データベース的発想が根源にあるというか、なんかそのデータベースで整理するときってもちろん時間も記録するんですけど、なんだろう、カテゴリー分け絶対するんですよ。カテゴリーももちろん梅沢さんつけてるけど、なんか見るとね、そこがねもう変わってるなと思うんだけど、情報カードをバーって並べてあってさ、で例えばここになんかこう、まあ、ちょっとちょろっと出てるじゃん、ちょろっとなんか付箋みたいで、ここでなんか一応出てんの、あのそのカテゴリーが、例えば、日記とかさ、でアフリカとか出てるんだけど、それもなんかやっぱ日付順でこっからがアフリカとかっていう風に、そう日付順が要は配列せよっていうのが大事で、ここを取った時にその自由に動かしていいっていう、で配列して使う順にどん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 配列上組み替えていいっていう、使う順っていうのは低い話なんだ。まあちょっと説明しづらい俺の説明が下手なんで、あのまあなんかこう知的生産の技術を読んでもらうと分かりやすいです。まあそなんかな、なんかね難しいな、まあなんかこうパソコンだと当たり前になってることをやってたっていうのが一番分かりやすいかもしれない。パソコンでデータ管理するときにエクセルとかでやってることをもうアナログでピタッてやってたっていう言い方がいいかもしれない。いやでもなんかさ、1945年にその終戦の時、梅沢さんってモンゴルに調査行ってたの。でだから日本での敗戦は経験してないのよ。でモンゴルで捜査してたから、まあ、当然満州の日本軍の戦略があって、で梅沢さんは生態学やってたから
動物とそれこそ魚類のなんかスケッチとかを生態学者として描いてたんだって。で一つそのモンゴルの地図をみんなでこう描いて研究者として、でこれはモンゴル出るときに絶対スパイ活動者としてバレる、でバレたらもう殺されるっていう梅沢さんが何を撮ったかっていうと、全部その地図を裏で切って裏にウサギの絵とか描いて、で地図を裏で切って A1 とかって小さく描いて A2 とかってやって、ここに動物のスケッチ描いておけば裏の地図はバレないだろうっていうのをやって切り抜いて、で後の全部こうなんかこうなんか他のなんか後で文献あさればいい資料はもう全部モンゴルに捨てちゃっちゃって、地図とスケッチだけ自分の描いたものだけは日本に持ち帰って無事持ち帰ってくるっていうエピソードがあって、だからなんかすごい情報に関してはめちゃくちゃ人よりもすごいこだわりが、こだわりっていうかちゃんと考えがあったみたいですね。まだその情報の整理とかめちゃめちゃ気を使ってた、めちゃくちゃもう病的なまでに気を使ってて、なんかこうそのいかに取り出しやすく整理しておくかみたいなことがことに対して、整理された情報っていうのの価値が多分めちゃめちゃ高かったんでしょうね。し、まあ当時まだ情報っていう考え方自体がそんなに普通の人はさ、そのなんかこう新聞読むとかそういうのはあったんだけど、なんかあんまりこう今でこそウェブが出てきてみんなブログ書くようになってこう記録するとかっていうのはさ普通になったけど、それはメモを取るとかさ、こんなのはさインテリだけの仕事 だったわけだ、はっきり言って。そうじゃなくてちゃんとみんながこう管理、情報を管理しないといけない時代が来るよっていうのをずっと結構啓蒙してたらしいよね。だから消防局職員にさっきのさ情報産業の話とかすごい熱弁してんの、京都の。でその京都消防官に話してた話がさ、なんかすごくこうなんていうの、消防署の職員に向かって情報文明の未来の話とかを本気でしてるからかっこいいという。なんかでもその当時の消防職員ポカンとしてポカンとしてポカンとして何の話みたいな、なんだろうっていう感じだよね。今でこそこんなウェブで普通になったけどさ、ポカーンとしてる。でまあその梅沢さんが言ってたことってのはやっぱソフトウェアビジネスなんだよね、多分はっきり大まかに言うと。で多分情報、要は物じゃなくてソフトウェアだったりデザインだったりこういうコミュニケーションだったり、まあ出版も多いでっかい意味で情報だから、こういうなんていうの、物じゃない関係性を売るとかソフトウェアを売るっていうことを多分梅沢さんは見抜いて1963に言ってたわけよ。でここで面白いのがね、あの情報産業になってもその例えば工業革命が起きた時に農業自体がなくなるのかっていうように、梅沢さんはむしろ情報産業になった方が農業とか工業がもっと、まあなんていうの、その規模は変わるかもしれないけど生かされるようになるっていう、ね、だからそれも結構当たってるかな。その要は自分でデザインした T シャツを売れるようになるのも、ね、デザインとかその工業のプリントがむしろ進化したからでしょうね、とかいろんな面でその前の文明がちゃんと生かされて次の文明に行くんだよっていうのを言ってる人です。一応こういう風に送ったんですよ。まだこの3日に関してはスケジュールがちょっと出てないので、行けるようだったら入るんですけど、トイレ行きます。はい。それで、5月3日、5月5日、